ラットは結構好きだけど、テンゴットがちょっと嫌いなオロチマル。あらやだ、ラットくん。こっちへいらっしゃい。テンゴットは来なくていいわ。今すぐ帰ってちょうだい。ライジョンです。ということで今日もやっていくんですけどね。はい、来ましたね。はい、ということでね、多分公式からね、発表があったと思うんですけど、この新メンバー入りました。はい、ということでね、まあ、多分まあ、大体察してる人もいると思うんですけど、まあ、今年ね、日本チームが2チームになるということで、まあね、ファブと、ポノスになって、ファブはね、あんまりメンバーが変わらず、まあ、X ボーマスターがね、入ったという感じなんですけど、ポノスは、まあ、焼き鳥と KK はね、ゲームイズから、まあね、来てくれてって感じですね。で、コタとみかんさんが、一旦抜ける形になって、俺と、ラッツと天狗とか残るみたいなね、感じになりましたね。で、今年はね、その選手、焼き鳥 KK、俺、ラッツ天狗とでね、5人でね、やっていく感じなんですけど、もうね、本当にね、いや、よかった。よかったですね。いや、マジで、もともと仲がいいメンツだし、みんな、やっぱね、実力もちゃんとあるので、負けないようにね、頑張りたいと思います。はい。なんですけどね、そう、なんかすごいですよね。そう、なんか実力ある人を当然呼ぶじゃないですか。それで結構やっぱ、仲いい人が集まるっていうのはね、めちゃくちゃね、幸せなことなんでね、本当にね、頑張りたいと思いますね。で、なんですけど、今回ね、マジでね、でかいのが、会社であった出来事とか、そのなんか、ポノスに、その、ファブゲーミングカップで見てくれた人わかると思うんですけど、ファブはファブのユニフォーム着て、ポノスのね、俺と天狗とはポノスのユニフォーム着てたんですよ。で、海外のチームとかも、結構、その、選手のね、所属はね、発表してたんですけど、なかなかね、これはね、また CRL に参加してるっていうのは言わなかったんですよ。そう。だから、チームの所属は発表しても、CRL に参加するかわかんないみたいなね、そんな状況だったんでね。まあ、やっとね、発表できてね、まあ、とりあえずね、一安心って感じなんですけど、もうね、会社でね、結構ね、面白い出来事とかね、結構あるんですけど、やっぱ言えないじゃないですか、そのチームにね、所属してるかも決まってないのに、聞いてくださいよ、今日焼き鳥が会社で、とか言えないじゃないですか。そう、だから、でしかも、会社に行ってるってのも、なんか結構、ね、そのまあって感じなんで、まあ、結構あんま言わなかったんですよ、動画内で。そうなんかだから結構会社でとか、なんか通勤中とかね、結構面白い出来事あっても、まあ、これ発表した後に言おうかなっていうのでね、もうなんかいろいろあるんですよ。そうだから逆に俺をそのなんか動画のトークでなんかそのいや何喋ろうってなって、そうね、だからね、その日ねあったことをね YouTube で喋れるってこともね、幸せとしてね噛み締めてねやっていきたいと思います。ということでね、マルチやっていきたいと思います。よいしょ。いやー、マジででかいっすね。ほんとね、いろんな出来事があるんですよ。マジで。なんだろうな、今までで一番大きかったの。いや、って言われるとわかんないな。って言われるとわかんない。って言われるとわかんないんですけど。まあ、テンゴットが滑りがちなぐらいですかね、ほんと。いや、でもマジで、なんかその、あれじゃないですか。あれの影響で、あれ、そのなんか名前出すと良くないらしいんで、あのウイルスのね、影響で、なんかその、海外に行けなくなったじゃないですか。もともと中国でやる予定だったんですけど、そのウイルスの影響でね、できなくなったので、そうなんですね。なんで、まあでも、このメンバーでやってもね、楽しそうだなと思ったので、別になんか、海外そんな辛くないだろうなぁとは思いますね。ほんと、辛くない。もともと俺があんま辛くない派の人間なんですけど、別に海外、行ってもよくね、楽しけりゃみたいな感じなんで、あんまね、もともとストレスにね、感じない派なんですけど、起きた。ゴーティーさんは、確かね、よろしく、パルチェ・インドラ・バルーンみたいな感じだった気がする。よいしょ。はい。いや、なかなか個性豊かな方ですね。よいしょ。エレキ。あれ、パルチェなかったっけ？バルキリはあったんですよ。あ、わかんない。エレキンドラ、バルキリバルーンかな？あった。まあ、とりあえず、ここはね。さあ。うわー！これ、ポイズン打っていいのかな？でも、インドラがやっぱ面倒なんで、ポイズン打っていきます。ここは多分バルーンが来ると思うんですよね。個人的には。いやワンチャン取れてくる、これ。いやー、痛い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 。はいはいはい。まあ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 でしょう。とりあえず、これインダルとかめんどくさいですね。なかなか。いやー。いや、ほんとよかったですね。マジで。なんか、やっぱ外出る人とか減りましたよね。マジで。なんか電車がいつもより混んでない気がするっすもん、本当に。いや、いつもね、結構帰る時間帯が7時とか8時とかなんで、なかなか混んでるんですよ、電車が。なんですけどね。これ、インドラ来るんで。よいしょ。よいしょ。これっすね。これが強い。よいしょ。ディガーに残しておきたいんで。はい。って感じで、多分ディガーバルーンが来るのかな、次。トルネ使ったんで、ただボムタワーとアイスビザあるんで、結構守りやすいですね。はいはいはい。よいしょ。とりあえず、これですね。ファルチェ、来るな、よく。まあここはね、ポイズン打って、固めてね、ポイズン。よいしょ。さて、折れましたね。よいしょ。まあここをキング起動してあげて、はい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 。って感じでね、まあこれはちょっと相性いいですね。まあバルーンはもともと多分相性いいんで、まあなんですけど、結構、相手があんまりバルーン飛ばせない控えめなタイプだったので、結構、ええ感じにいけましたね。よいしょ。ディガーバルーンとかもっと飛ばされたら若干きつかったですが、まあまあまあという感じで食っていくんですね。結構3回ぐらい俺が攻めてポキッと折れたんで、まあ、このねトルネが強いですね。やっぱアイスウィーズとベビドラがいてのトルネスケラポイズンとかがやっぱ範囲攻撃で潰せてね、ユニットしばけるんで、なかなかやっぱ強いコンボになりますね、本当に。そうまあね、テンゴットがさっき滑りがちって言ってたので、まあもともとテンゴットそういうところあるんですけど、あ、なんか、一人漫才とか始めたりするんですよ。なんか、ミルクボーイいるじゃないですか。ミルクボーイの真似して、これでも、なんかプリンス刺さるんじゃないの？うん、ほな違うかとか言って、急に一人で言い出すんですよ。それはしらけるじゃないですか。と、当たり前にしらけて、いや、どうしたんってなって、どうしたんテンガボーイくんとか言って。そうそうそう。だからね、ほんとね、テンゴットはまあなんか、てかみんな個性があっていいっすよね。そうそうそう。みんな個性があってね、いいと思いますね、マジで。なんか普通の、やっぱ言うて変わってるじゃないですかって、そう、あとめっちゃびっくりしたのが、いや俺、その、テンゴットとみかんさんが、いやマジでなんか俺、血液型で言うのもあれなのかもしれないですけど、B 型なんですよ。テンゴットとみかんさんが B 型で、ラットが O 型で、去年はね、去年のメンバーで言うと、コタも O 型で、俺とフチが A 型なんですよ。そう。で、なんですけどね、今年、あれ、KK 何型？ KK なんだっけな？ KK 忘れちゃったんですけど、聞いてないかもな、普通に。やば、手札最悪すぎる。これ待つしかねえな。なんですけど、なんかね、焼き鳥が、結構直近100戦のね、なんかその、試合をエクセルに打ち込んだりとかするやつなんですよ。だから、いや絶対 A か、でも O で結構 A っぽい人っているじゃないですか。だから O か A やんみたいな。思ってたんですけど、あ、やべ、ないとケツじゃない。あ、最悪これちょっと前行っちゃう。なんですけど、なんかね、焼き鳥がね、びっくりすることにね、B 型なんですよ。いやいやいや、お前エクセルに打ち込むね、B 型がどこにおると。いや、仕事とかならわかるんですよ。まあ、仕事っちゃ仕事なんですけど、仕事っちゃ仕事っていうのもおかしいんですけど、いやだから、その、なんだろうな。自分で好き好んで、エクセルとかに打ち込んで、このデッキがちょっと多いね、とか言ってるんですよ。で、興奮してるんですよ、それで。いや、ちょっとおかしくないなんか B 型とかが、いやだから俺もね、俺の中で、まあ、印象はね、なんかそう、ドズさんとかが前言ってたのが、血液型はあんまり正確に関係ないよって言ってたんですよ、ドズさんが。で、まあ多分医学部のドズさんが言うんで間違いないなとは思うんですけど、なんかそのね、あれなんですよ。やっぱね、みかんさんとかテンゴットが B 型なんですよ。本当に B 型っぽい B 型で、なんで、なんかそのね、もうイメージがあるんですよ。その、B 型とはこういう人なんだなっていう感じのイメージがあるんで、これどうしようかな。ボムタワー先置きするか。ボムタワー先置きして、ゴール来たら2周目でいくか。まあちょっと相手ね、エリクサーが余ると思うんで、どうしようかな。ゴール来るだろうから、血合スイーズして合わせるか。そう、だから、でそれで俺びっくりして、いや、最初 A に見せかけた O とかなのかなって。ラットとかも結構 A っぽいんですよ。個人的にはね。個人的にはなんですけど、結構 A っぽくて、なんですけど、なかなかね、よいしょ。いや、これポイズン打ったら負けるよな、多分。打ってよかったんかな。よいしょ。ですよね。絶対そうなると思った。よいしょ。でこいつは竹取ってこいつに当ててこれに裂くか。ここはあんま食らいたくないんでね。よいしょ。二段誘導で OKOK。 これ端前止められるかもしれないんで縦なしでいきます。なるほど。入れ。いっぱい内側から分け。内側からいっぱい分け。なるほど。よいしょ。オッケー。グッドゲームと。そんな感じでね。そう。なんでね、焼き鳥が B 型だったのが一番びっくりしたかな。正直ね。そう。だから調べるのとかめっちゃ好きなんですよ。そう。私、株やってるしとか言ってね。そう。なんで、お、結構トラ上がりましたね。そう。で、あとなんだろうな、なんか。いや、なんかね、長い間、本当に、ここ2ヶ月ぐらい会社に来てたのかな、みんな。1ヶ月ぐらいかな、どんくらいだっけな。2月からなんで、1ヶ月半ぐらいか。1ヶ月半ぐらい、そのね、みんなで会社で集まって練習とかしてたんですけど、いや結構マジで面白いんですよね。そう、マジで楽しくて。で、やっぱね、オフシーズンってずっと家で一人でやるじゃないですか。ずっとメンバーが決まってない。だってあんま会社に集まってもね、まあ、テンゴットとか、ラットとか、まあ、結構人数が少なくなっちゃうんで、まあ、家でいいかって感じで、家でね、おのおの練習してたんですよ。だから、で、メンバーが決まってから出社とかしてね、結構その、集まる時間が増えて、やっぱね、人とやる方が楽しいですね。当たり前ですけど。当たり前なんですけど、自分一人でやるよりも人とやる方がはかどるし楽しいですね。本当に。集中とかも結構続くしね。そう、だからね、マジでね、いいんですよね、今。最近楽しいんですよ、本当に。よろしく。フロネルさんは、なんか、変わったホグかバルーンだった気がする。大型呪文がないんじゃなかったっけ？いや、なんかもういろんな似たような名前の人がね、結構ね、いるんですよ。あとね、長浜ねるって人がね、いるんで、なかなかね、難しいですね。俺、ただでさえちょっと覚えるの苦手なんですよね。そう、人の名前とか、あとね、そう、俺、顔をね、覚えるのが苦手なんですよ、めちゃくちゃ。やばい。いや、マスクやべえわ、それ。ぶちくそ入ってじゃん。まあ、俺の、あれの位置が良くなかったんですけど。ただこれ相手結構エリクサ使ったので、これいけそうですね。いやー、これダメか？いやー、それ強いな、その受け。クエイクか、クエイクめんどいっすね。本当はこうタルボールとかで受けたいんだよな。泣いたでしょ。いやー、アイスイーズだったらこれ。ただ、やっぱ強いですね。起動してると。全然食らわん、本当に。さあ、ここからですよ。ここから、マスケがあり、クエイクと、ってことは大型呪文がないんで、後ろからアイスイーズ先放題ですね。まあ、ただ、相手も多分マスケをね、割いてくるんで、コウモリがないタイプかな。アイゴレも多分ない。バルキリーなんで、クエイク、雪あたりなのかな。これもう一回防衛から入りますね。クエイク、雪あたりの、さあ OK 入った。これはいいよ。 OK、 雪ですね。雪ってことは結構相手守りにくいはずなんで、さあできれば同彩したいんで左側に積極的に展開していって、いやただこれ、まあ、ここは防衛っぽいですね。安牌ボムターバックがバーンでもう一回落ち着きます。よいしょ、やばいやばい。コウモリとかないんですねこれ多分。あーこれダメだ。ベビドラに竹取ってないな。よいしょ。くー、ただ相手ね、ベビドラの受けめちゃくちゃきついと思うんですよ。そう。なんで、チャイスウィズ出してって、やべえ、これ一発ぐらい入るか。やべえ、トルネめちゃくちゃ下手だったな。こっちにタルナイト流してアイスユーザーはこっちとで、ベビこっちだな。ワンチャンマスケホグまた来ると思うので、このスケをねちゃんと潰したいのでポーズ打ちます。2倍入ったんでここはねポーズ打っていきたいですね。バシバシ。よいしょ。 OK グッドゲーム。 OKOK いいですね。なかなかいい立ち回りができたはず。よし OK ってことでね、いやよかったよかった、ありがとう。よしいい感じの、ええ感じの動画になりました。はい、ってことで、遅延スキャはね、今結構ね、強いと思うんでね、上にね、多いんですよ、なかなか。なんでね、使ってみてください。87位。まあまあ上がりましたね。そう、沼からね、復帰したんでよかったですね、本当に。ってことで、今日はこの辺で終わりたいと思います。またね、もうやっとね、メンバー発表されたので、そこら辺からね、バシバシね、コラボとか、やっていきたいと思うんでね、いつもみんな会社に集まってるんですよ。ただ、まあ、ポノスの背景って結構、みかんさんとかで動画撮ってて結構わかりやすいんですね。そう。だからそこで、ポノスの会社で焼き鳥とかと美容するとか撮ってたらいけんじゃないですか。だから、美容するとかも撮るってなったんですけど、いや、発表まで待つかってなってたんでね、これからね、バシバシコラボとかも増えると思うんでね、もしよければね、これからチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、今日はね、バイバーイ。